はい、皆さんこんにちは、ワダリグルビジです、では今回はアーツオバイアン4現代マット、共産化韓国のプレイ続きをやっていきたいと思います。まあ、フィリピンにね、侵略目標を定めてフィリピン攻略を始めているという状況です。今回もね、引き続きフィリピン攻略をやっていきたいと思います。まあ、フィリピンを占領して、まあ、国力をね高めようというのがその一番の狙いにはなってきますので、その狙い通りの動きができるようにしっかりやっていきたいと思います。で、あとはですね、今マレーシアに対しても次のね、戦略目標、攻撃目標と定めて、その海戦の正当化というのを進めています。で、具体的にどういう状況かというとですね、まずクーデター、これが、実行させようかなというふうに目論見をしています。で、クーデターが起きたらすかさず戦争を仕掛けていきたいというところなんですけども、ちょっとタイミング的に合うかどうかは別にしてですね、今、マレーシアに対しては、24年9月、まあ、約1年後になってしまうんですけども、戦争をね、開始できるという状態に持ち込む予定です。とはいえ、まずはね、しっかり、ここ、フィリピンを自国の領土として組み入れていくというところをね、やっていきたいと思ってます。で、ちょっと後続が、どうだ?なかなか続かない状態?さらに戦車部隊もここね、ルソンに上陸させる計画だったんですけども、戦車部隊到着が遅れているというか、そもそも強襲上陸に失敗しているので、直接マニラに上陸させましょう。で、飛行場を確保しているので、黙っちゃいましたね。飛行場を確保しているので、ソウルに入っている部隊を、航空隊ですね、こちらを一度マニラに移しましょう。で、足りていないアルミを中国から輸入。タングステン。このあたりのいわゆるレアメタルも輸入をしていきます。で、研究枠空いていますので、空いている研究枠は、この先必要になってくると思われる内容としてですね、まず原子力潜水艦。原子力潜水艦を開発していきましょう。では、時間を進めます。核もね、一発すでに建造済みという状態にはなっているので、この核もね、しっかり有効活用していければいいかなと思ってます。後続の部隊が到着しましたね。で、国家方針に関しては、前回しっかり方針お話したと思うんですけども、共産主義を突き詰めていきます。資源がやっぱり日本と同じく韓国もね、少ないなぁという印象は否めないですね。じゃあまずは、このちょっとね、山本軍団の山本圭一に似てるなぁっていう趣のこの司令官は、北部、ルソン方面へと展開していきます。ここは一気呵成に攻め込んでもらいましょう。で、あとはですね、すでに、マニラの方に部隊展開してますので、これらを割り振っていきましょう。今、パイロットの修練中というのがずっと続いてしまってますけども、もう一旦戦争下に入っていますので、すべての訓練を終了して実戦へと配備していきます。さあ、これで航空隊の配備も終わりましたね。制空権もフィリピン上空取れれば一気に戦局がね、動いていくのかなというふうに思います。フィリピンの攻略です。
で戦車部隊も、まあ、ようやくですかね、到着してますので、虎の子の戦車部隊は南下して、タバを取りに行きます。これで、まあ、一通り、フィリピンに関してはね、作戦の占領目標というのが、まあ、達成できる見込みが立ってきているのかなと思います。ルソン方面は、攻略完了してますね。そしたら余っている、軍事工場もできてますので、どうしようかな。まあ、戦略爆撃機を作っておきましょう。戦略爆撃機はこの後、核を搭載した爆撃機という形で運用していく上では必要になってくるので、爆撃機もここでね、ロールとして加えておきましょう。そしたら、フィリピンそんなにインフラ補給状況良くはないので、一度本国に戻ります。戻るのは、第3歩兵部隊。これを一度本国に戻す。で、自動車化護衛と戦車部隊、戦車軍で、残りのね、フィリピンを攻略していきましょう。はい、そしたらフィリピンとの戦争終わりました。全州割譲させていきましょう。これでフィリピンが韓国の領土に組み入れられたという形になります。そしたらまずですね、次の作戦をしっかり見据えてマレーシア攻略ですね、ここに向けて動いていきましょう。まあ、なんといってもね、韓国も日本同様、やっぱり資源を獲得していかないと立ち行かないというのがあるので、しっかりとね、資源を獲得するための動きをしていきます。で、一番どうだろうな、マレーシアに近いところに爆撃機とかを配備しておいてもいいかなという気はするんですけどね。それにしてもちょっと距離があるので、ここはこの第一艦隊に配備された韓国軍初めての空母、ここに制空権を取る動きをね、しっかりやってもらえればいいかなと思います。で、あとはですね、原子力潜水艦。これ新しく建造できるようになってますので、原子力潜水艦をね、作っていきたいと思います。じゃあまた時間を進めていきましょう。では、五カ方針なんですけども、最後、共産系の最後ですね、人民の意思へと進んでいきましょう。これでボーナスとしてはですね、徴兵化の人口が増えて、資産回復率 5% で、戦争の正当化目標-10%のボーナスが入ってくるという内容になります。で、政治力使ってね、今後の戦い方をちょっとね、確認をしていきたいと思います。で、まずなんですけども、フィリピンを攻略した時の戦い方を、まあ一つのね、まあお手本というか見本というか、成功したケースと
ということで学んでいきたいと思うんですけども、そう考えた場合はですね、基本的に、まずは、例えばカンボジアをターゲットにした場合なんですけども、政党支持工作でもちろん共産を支援した上で、クーデター工作を行う、カンボジアですね。これと同じことをもうひたすらやっていきます。僕の大好きなタイもね、同じことをやっていきます。ちなみにタイはですね、8月の10日から5泊3日でまだ遊びに行ってくるので、興味ある方いれば、ちょっとね、ツイッターの方とかも覗いていただければなと思うんですけども、あとはですね、まぁ、ちょっと話ずれちゃうんですけど、11月にね、香港に遊びに行く予定で、まぁ、これは遊びに行くといっても、マラソン大会にね、出場しようと思っていて、で、もうすでにエントリーも済んでいて、ホテルも飛行機も取ってます。まあ、一人で行っても味気ないので、奥さんの分も含めて二人で行く予定なんですけど、最近、香港が、むちゃくちゃ、せわしないですね。ちょっとね、奥さんが怖がっちゃってて、みたいなことを言い出してるんですけど、まあ、例によって格安航空券で行くんで、まあ、キャンセルできなくはないんですけど、まあ、事実上できないようなものを、なので、まあ、なんとかね、説得していこうかなと思ってるんですけど、そこをね、しっかり、大丈夫なのかどうか、危ないのかどうかっていうのはね、見極めていきたいと思います。ちなみに、もういつだったかな、7、8年、5、6年前かな、タイでね、クーデターがあって、軍事政権が生まれた時、2日後ぐらいに僕、タイに遊びに行きましたからね。それを考えたら、まあ、僕一人、だったらね、全く意に介さないんですけど、まあ、奥さんを、まあ、同伴というか一緒に行くんで、ちょっとそこがね、心配してるんで、まあ、ケアをしてあげなきゃいけないのかな、なんていうふうには思ってるんですけど。さて、そしたら装備品なんですけども、軽戦車ですね。第5世代の軽戦車が、もうこれが最終形になりますかね。戦車になります。これを入れておきましょう。で、各師団のですね、ちょっとその充足率みたいなものを、見ておくと、まあ、これ一つ例にとってみますけども、歩兵装備、あとは軽機械化 あたりがちょっと足りていないのかな。戦車も足りないよね。戦闘車も足りてない。兵員輸送車も足りてないよね。ということで、軍需工場の不足が、まあ、非常に大きな、マイナスになってきているなというのがあるので、ここはね、思い切って軍需工場をしっかり作っていくというのを政策に組み入れていきたいと思ってます。なので、まあ、何個かね、ドカドカドカっと入れていきましょう。で、フィリピンの方はまだまだ、この先ね、マニラのインフラとかが回復してきた後に、開発を行っていければいいかなと思ってます。それに伴って、ちょっと徴兵がね、滞ってしまってるっていうのがあるんですよね。さて、そしたら人民の意思まで完了しました。これで、政治的思想に関してはね、一通り最後まで、入ってきたのかなというところまで来ましたので、この先はですね、ちょっと新しいところを見ていきたいと思います。で、まあ、造船所はね、もうすでに入れているので、この先じゃあ何が一番優先的に必要になるかっていうのを見ていくと、そうだなぁ。どうしても必要になってくる兵力が上がってくるものっていうと、伝統的価値入れた場合は、ちょっと字が見づらいかもしれないんですけども、まず、人的資源が 20% 増えますと。で、さらに、避妊具。入ってきますというのがあるんですけど、ちょっと微妙だよね。そうなると、まあ、無難に外交政策入れておきましょう。で、中国に対しては気づいた時にはすり寄り。もちろん、北朝鮮に対してもすり寄り。すり寄りクソ外交と言ってもいいでしょう。
で、モンゴルに対しても関係改善、政党支持工作、行っておきましょう。で、インドが割れてくれるとね、アジアの、まあ、いわゆるパワーバランスが大きく変わってくると思うので、ここもね、どこがいいかな、ムンバイ。この辺りでクーデターを起こさせよう。フィリピンの資源がね、まあ、しっかり入ってきてくれてるっていうのが大きいので、やっぱり資源を獲得するために次のマレーシア。ここで鉄、ゴム、アルミ、まあ、すべて手に入る。石油も含めて。マレーシアさえ手に入れば、もうね、一切の、対応は不要だというふうに思ってるので、しっかりとね、ここはマレーシア攻略を行っていきたいというところで、マレーシアでクーデターが成功です。では、ちょっとキリがいいので今回はここまでにさせていただいてですね、次回はこのマレーシアのクーデターに乗じて、軍を送り込んで一気にマレーシアを制圧、資源を獲得していきたいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄に Twitter のリンクも貼ってありますので、ぜひ Twitter のフォローもよろしくお願いいたします。